わりました。ストレートにしました。ストレートやってなかったからね。そうだね、すごい素敵ね、素敵ね。遊んでそうでしょ。ゲーセン、いえゲーセン、ヤホキャッチャーしたよ。18以上超えたらあのゲームセンターも時間制限とかないじゃないですか。あの16歳になった時嬉しすぎて、5時以降ゲームセンター入れるみたいな、そこまで行ってなかったけど、なんかすごい嬉しかった。16歳になった時、うわーもう魅力的、最高。楽しかった。あんなに当たると思わなかったメダル。すごかったですね。ゲーマーなのかな。え、何回連続で当たったんだろう。10回ぐらい当たってましたよね。60枚とか50枚とか20枚とか10枚とかずっと当たった。すごっ。エリってすごい。Hello, my name is エリナイクタ。How are you? エリはね、あれだから、海外乗りで行っちゃう人だから。言ってる単語は分かるんだよ。喋れないだけで。だからね、急遽の通訳やってあげたの一回。でもね、エリー以上に通訳ができる人がね、できちゃった。リホちゃんが、リホちゃんやっちゃうから。すごいんですよ。この間も4人でずっと電話してて、なんか全然時間違うから、寝なきゃいけない時間なのに寝てなくて。今日は一日足早かったんですけど、まあいろんな一手が取れたんじゃないかなって思います。なんかね、大人っぽいやつからゴルフしてるところから、ゴルフしてるところからゲームセンター行ったりとか、最後こうやってハンバーグ食べたりとか、とても幸せな一日でした。ありがとうございました。バイバイ。